クレートン・エドワード・カーショーは、アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身のプロ野球選手。フリーエージェント。愛称はカーシュメディアによっては、クレートン・カーショーとも表記されることもある。メジャーリーグベースボールを代表する投手の一人で、2011年には、最多勝利、最優秀防御率、最多脱三振の投手三冠を獲得。2014年には、 シーズン MVP に輝き、通算で3度祭、ヤング賞を受賞している。2005年に U-18 の野球アメリカ合衆国代表に選出された。高校3年生の2006年に64回を投げ、13勝、無敗、139奪三振、防御率0.77を記録し、USA トレ d の選ぶ最優秀高校選手及び、 ゲータレード年間最優秀選手賞に選ばれた。高校時代のチームメイトには、後に NFL デトロイトライオンズから全体1位指名を受けるマシュー・スタッフフォードがいた。高校卒業直前に行われた試合では、5回コールド、参考記録だが、全15打者から三振を奪う記録を達成した。 2006年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、6月20日に契約。ルーキー級、ガルフコーストリーグで10試合に登板して8試合で、先発を務め、2勝0敗、防御率1.95という成績を残した。計37回で、失点10、54奪三振、5四球という投球内容で、ベースボールアメリカ史によって、ガルフコーストで、 ナンバー1、ドジャース配下選手で、ナンバー2の有望選手に選定された。7月23日、8月3日の2回の先発では11回で21奪三振という成績を残している。2007年には、A 級、グレートレイクスルーンズに昇格し、7月までに20試合に、先発し7勝5敗、防御率2.77で134。 脱三振という成績を残し、ミッドウェストリーグのオールスターゲームに出場した。さらに、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜にも選出された。8月には AA 級ジャクソンビルサンズに昇格し、5試合に先発して1勝2敗、防御率3.65を記録した。2008年には、ベースボールアメリカ史によって、有望選手として、 ドジャースハイカ選手では1位、MLB 全体を含めても7位と高い評価を得た。招待選手として、スプリングトレーニングに参加。オープン戦に登板し、開幕直前の試合において、モーダで知られる、ボストンレッドソックスを4回1安打に抑えるなどして、首脳陣を驚かせた。ドジャースは、打者天国として知られている、キャッシュマンフィールドを本拠地とする、 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズではなく、この年も AA 級ジャクソンビルで育成することを選択した。5月までに10試合に、登板、9試合に先発。43回1、3で、防御率2.28、脱三振47、ヨシキ15という成績を残した。2008年5月24日に、ジェイソン・シュミットや、 エステバン・ロアイザラ主力投手の故障や不審により、不足していた先発五番手要員として、ドジャースとメジャー契約を結び、5月25日のセントルイス・カージナルス戦でメジャーデビュー。6回を投げ5安打7三振に失点で、勝敗はつかなかった。途中、調整のために短期のマイナー落ちをするものの、メジャーで20試合に先発して5勝5敗防御率4.26。 百奪三振を記録した。2009年はシーズン当初からローテーションの柱として投球を重ねた。しかしカーショーの登板日に限ってドジャースの打線が相手投手を攻略できず、交付調の波が激しかったために勝ち星を重ねられなかった。7月24日以降は一勝すら上げることができなかった。9月の上旬には 利き腕ではない右肩に痛みを覚えて、戦列離脱。下旬には復帰したが、8勝8敗という成績に終わった。それでも、個人成績は、防御率は2.79、脱三審185であり、特に飛安打率。200はリーグ1位と際立ったものがある。その一方でよし球数は91個だった。 2010年3月12日2010年は4月7日のピッツバーグパイレーツ戦で開幕2試合目の先発を任されるも4.2回を被安打5.6支給で降板。4月は登板した5試合すべてで3個以上の支給を与えるなど請求は安定しなかったが防御率は3.07だった。続く5月は 最初の登板となった5月4日のミルウォーキーブルワーズ戦で2回表に一挙7点を失い、53球で降板するという自己最悪の結果に終わり、本拠地、ドジャースタジアムの観客からブーイングを浴びせられた。しかし、次の登板から6月半ばにかけて8試合連続で、自責点3以下を継続し、前半戦終了時点では18試合で112.1回。 防御率2.96を記録した。後半戦も最初の当番となった7月15日のカージナルス戦でこそ4.1回で4失点と打ち込まれたが、以後シーズン終了までの13試合で11度の QS を記録する安定感を見せた。7月20日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、球審から小石球への警告が出た後の7回表に8番打者の アーロン・ローワンドに対して故意に支給を与えたとして退場処分となり、翌21日に5試合の出場停止と罰金を課されるという一幕もあった。7月25日のニューヨーク・メッツ戦で10勝目を挙げ、自身初の2桁勝利を達成すると、9月14日のジャイアンツ戦では9回を投げて、被安打4、無支給脱三振4の内容で勝利投手となり、 この試合でシーズン200奪三振を達成すると同時に自信初となる関東、関東も記録した。シーズン最後の当番となった9月24日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では8回を投げ、これまた自信初となる200イニングもクリアした。シーズンで QS23 を記録しながら13勝に終わるなど、前年同様価値運に恵まれなかったが、 最終的に防御率、勝利数、脱三振、勝率、投球回でチーム1位となり、このうち防御率はリーグ9位、脱三振はリーグ5位の数字だった。一方で、吉久81はリーグアースと7位だった。2011年3月31日の開幕戦で、自身初の開幕投手を務め、7回無失点、脱三振9の高騰で、 勝利投手となった。4月は、後半に、やや失点を重ね、最初の6試合で38.1回、防御率3.52と、コースタートとはならなかった。5月に、先発6試合で5度の QS を記録し、4勝0敗、防御率1.77と調子を上げると、6月にも2試合連続で11。 三振を奪っての完投を記録して、週間 MVP にも選ばれるなど回答を見せたが、6月4日のシンシナティレッズ戦と6月9日のコロラドロッキーズ戦で2試合続けて6失点を喫するという場面もあり、前半戦終了時点では19試合の登板で9勝4敗、防御率3.03だった。7月12日には、 自身初のオールスターゲームに出場し、5回表に登板。1回を三者凡退に抑えた。後半戦は尻上がりに調子を上げた。後半戦最初の登板となった7月15日のダイヤモンドバックス戦で勝利投手となり、2年連続の2桁勝利を達成すると、続く2試合でも連勝し、7月のピッチャーオブザマンスに選出された。 7月の45奪三振はリーグ1位の数字だった。8月は6試合の先発で46.1回を投げるという抜群の安定感を見せ、5勝、防御率1.55を記録。このうち4試合はハイクオリティスタートだった。また23日のカージナルス戦では8三振を奪い、2年連続となる200奪三振に到達した。 9月も4日のアトランタブレーブス戦で2年連続の200イニングをクリアしたのを皮切りに5試合で4勝を記録。20日のジャイアンツ戦では自身初、ドジャースの投手としては1990年のラモン・マルティネス以来21年振りとなる20勝に到達した。終わってみれば後半戦は14試合で12勝1敗と白星を荒稼ぎし、 102.2回、防御率1.31という数字を残した。結果、最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振の投手三冠を獲得。ドジャースの投手が、投手三冠を達成するのは、自身と同じく左投手であるサンディコーファックスが1966年に、達成して、以来45年振りの快挙だった。また、この年は、アリーグでも、 デトロイトタイガースのジャスティン・バーランダーが投手三冠を達成しており、両リーグで投手三冠が記録されるのは1924年以来87年振りのことだった。他にも MLB で最も活躍した左投手に贈られるウォーレン・スパーン賞、ゴールドグラブ賞などを獲得し、11月17日には自身初となるサイヤング賞を受賞した。 2012年はシーズン開幕の2月7日にドジャースと総額1900万ドルの2年契約を結んだ。シーズンでは2年連続2度目の開幕投手と務めた。最終的にリーグ最多となる33試合に先発し14勝9敗だった。防御率では2.53を記録し2年連続で最優秀防御率のタイトルを獲得した。 2013年は3年連続3度目の開幕投手と務めた。同年はリーグ3位の16勝、同1位の脱三振232、3年連続で最優秀防御率となる量、リーグトップの防御率1.83を記録し、2年ぶりのナリーグのサイヤング賞を受賞した。2014年は、 シーズン開幕前の1月17日に、ドジャースと当時 MLB 投手史上最高額となる、総額2億1500万ドルの7年契約を結んだ。4年連続4度目の開幕投手と務めた。3月30日に、左の肩甲骨付近の筋肉の張りを訴え、15日間の故障者リスト入りし、5月6日に復帰した。6月18日のロッキーズ戦で、 9回を1、失策のみの無安打、無死球、15奪三振、無失点で自身初のノーヒットノーランを達成した。6月は6試合に登板し、6連勝、44回で、防御率0.8に、61奪三振という、成果を上げ、自身3度目のピッチャーオブザマンスを獲得した。その後も好調を維持し、 7月にも5試合に登板して4勝を挙げると、8月21日のサンディエゴパドレス戦から、シーズン最後の登板となった9月24日のジャイアンツ戦にかけて7試合で7連勝を記録し、最終的には、自身最多タイの21勝を記録。3年ぶり2度目となる、最多勝利を獲得した。また、防御率に関しても、7月4日のロッキーズ戦で8回。 無失点と高騰して1点台に突入すると、以降シーズン終了まで1点台をキープ。自己最高の防御率1.77でシーズンを終え、4年連続4度目となる最優秀防御率のタイトルも手にした。1.77という成績は21世紀の MLB では最高の数字で、4年連続の最優秀防御率タイトル獲得はサンディコーファックス以来となった。 一方、脱三振は、ドジャースが160試合を消化した時点では、リーグトップに立っていたものの、その後登板した、ワシントンナショナルズのスティーブン・ストラスバーグと、シンシナ・ティレッズのジョニー・クエトに交わされ、リーグ3位。自身2度目の投手3冠達成とはならなかった。セントルイス・カージナルスとのディビジョンシリーズでは、第1戦と第4戦に先発。 どちらの試合も6回までは高騰したが、7回に逆転を許したことで2試合とも敗戦投手となり、チームも敗退した。オフには2年連続3度目のサイヤング賞を受賞、シーズン MVP にも輝いた。MVP とサイヤング賞の同時受賞は、史上11人目。ナリーグで投手が MVP に選ばれたのは1968年以来だった。 2015年7月23日2015年は5年連続5度目の開幕投手と務めた。5月までに6本塁打を浴びるなどで、防御率は3点台後半を推移した。しかし6月以降は復調し、7月3日から8月2日の試合にかけて37回連続無失点を記録するなど、7月は33回を投げ自責点1。 防御率0.27の成績を残し、同月自身5度目のピッチャーオブザマンスを受賞。その後も好調を維持し、後半戦は15試合に登板して、防御率1.31の好成績を収めた。また、シーズン最終登板となった10月4日の試合で、MLB では2002年以来となるシーズン300、脱三振を達成。記録を301まで伸ばし、 自身3度目となる最多脱三振を獲得。両リーグ1位の232.2回を投げ、リーグ3位の防御率2.13、同6位の16勝を記録したが、サイアング賞の投票では、ジェイク・アリエータ、同僚のザック・グレインキーの後陣を廃止3位となり、3年連続の受賞とはならなかった。また、4年連続で受賞していた最優秀防御率も、 獲得できなかった。ディビジョンシリーズでは、昨年に続き、第1戦と第4戦に登板。第1戦では6.2回を投げ3失点ながらも、打線の援護がなく、敗戦投手となったが、第4戦では7回を1失点に抑え勝利投手となった。シリーズ合計で13.2回を4失点、防御率2.64だったが、チームは2勝3敗に終わり、 前年に続いて、ディビジョンシリーズで敗退となった。2016年は6年連続6度目の開幕投手と務めた。投板した試合すべてで6回以上を投げ、開幕からの16投板のうち12投板で、ハイクオリティスタートを記録した。6月30日に、追感版ヘルニアによって15日間の故障者リスト入り。選出されたオールスターも、 欠場となった。8月3日には60日間の故障者リストへと移動し、復帰は9月9日のマイアミマーリンズ戦までずれ込んだ。この影響で、勝利数は2010年以降では最低となる12勝にとどまり、規定投球回数に到達せずに終わった。ポストシーズンでは、ワシントンナショナルズとのディビジョンシリーズ第1戦と第4戦に、先発。 1> 第1戦では3回表までに、味方打線に4点の援護点をもらったものの、その裏に3安打と10投で2点を失うなど5回で、8安打を浴び3失点ながら、後続が、ナショナルズ打線を1安打に抑え勝利投手となった。ナショナルズに王手をかけられて迎えた第4戦では、初回に1点先制を許したが、5回までに、味方打線に5点の援護をもらい、 自身も6回まで5安打に失点に抑えていたものの7回に捕まり2アウト満塁のピンチを招いたところで降板。後続がこの回動点に追いつかれ自身に勝敗はつかなかった。チームはその後2勝2敗のタイに戻し迎えた第5戦では1点リードの9回1アウトからリリーフ登板しマイナー時代の2006年のガルフコースト以来となるセーブを挙げチームは リーグチャンピオンシップシリーズ進出を決めた。シカゴカブスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦と第6戦に先発。第2戦では7回にアンダム失点の好投を見せ、勝利投手となったものの、カブスに王手をかけられて迎えた第6戦では5回後、失点で降板し、敗戦投手となり、チームは2勝4敗で、リーグチャンピオンシップシリーズ敗退に終わった。 2017年は7年連続7度目の開幕投手と務め、勝利し、開幕戦5勝負けなしは、ドン・ドライス・デールに並ぶ、球団記録である。6月2日のブルワーズ戦で史上79人目となる、通算2000奪三振を記録した。シーズンでは27試合の先発で18勝4敗、防御率2.31、奪三振202の成績で、 自身3年ぶりの最高値と最優秀防御率のタイトルを獲得した。ポストシーズンではアリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズ第一戦に先発。初回に4点、4回にも3点と、計7点の援護をもらったものの、6.1回を投げて4非本塁打を浴び、4失点を喫した。チームは9対5で勝利し、勝利投手となった。 一試合で4本の本塁打を浴びたのは、ポストシーズンのワーストタイ記録となった。前年に続きシカゴカブスとの対戦となった、リーグチャンピオンシップシリーズでも、第1戦と第5戦に先発。第1戦では5回に失点で、勝敗はつかなかったが、ドジャースが3勝1敗とリーグ優勝。 ワールドシリーズ進出に大手をかけて迎えた第5戦では4回までに味方打線から9点の援護をもらい自身も6回を3安打1失点の高頭で勝利投手となり29年ぶりのリーグ優勝を決めた自身初出場となったヒューストンアストロズとのワールドシリーズでも第1戦と第5戦に先発第1戦では7回を11奪三振 アレックス・ブレグマンのソロ本塁打による1失点に抑え勝利投手となった。ドジャースの投手によるワールドシリーズでの2桁脱三振としては、1963年第1戦のサンディ・コーファックス、1953年第3戦のカール・アースカインに次ぐ記録となった。しかし、第5戦では4回までに味方打線に4点の援護をもらったが、ユリエスキー・グリエルに、 同点の3ラン本塁打を浴びるなど4回に3で6失点を喫し,し、先発としての役割を果たすことはできなかった。第7戦でも5点ビハインドで3番手として3回表から、リリーフ登板。4回無失点に抑えるもチームは3勝4敗で、ワールドシリーズ敗退に終わった。2018年は、球団最多記録となる8回目の開幕投手に、選ばれた。 6回1失点の力投を見せるも、援護なく初めて開幕戦で黒星をもらった。5月6日に、上腕二頭筋の拳炎で故障者リスト入り。同31日に復帰するも、腰の故障で、すぐに、再び故障者リスト入りした。6月23日に復帰したが、本来の調子は取り戻せず、最終成績は9勝5敗。 防御率2.73155脱三振に止まった。ポストシーズンでチームは2年連続のワールドシリーズ、進出。自身も4先発で2勝1敗、防御率2.37の成績で貢献した。しかし、ボストンレッドソックスとのワールドシリーズでは、第1戦は4回合失点、第5戦は7回4失点に終わり、チームも1勝4敗で敗れた。 11月2日にドジャースと3年9300万ドルで契約を結んだとが発表された。旧契約の2年6500万ドルが残っていたが、このオフにオプトアウトする権利を保有しており、注目を集めていた。2019年はスプリングトレーニングを左肩炎症で途中離脱し、開幕も故障者リスト入りして迎えたことで、開幕投手の連続記録は途絶えた。 4月15日のシンシナティレッズ戦で復帰後は、ローテーションを守り、オールスターゲームにも選出された。8月1日のサンディエゴ・パドレス戦で、通算通算2397奪三振として、サンディ・コーファックスを上回る、サワン投手の球団奪三振記録を打ち立て、8月20日のトロントブルージェイズ戦で、通算166勝目を挙げ、これも、 コーファックスを抜いて、サワン投手の球団最多勝記録を更新した。最終成績は16勝5敗、防御率3.03で、ルーキーイヤー以来の防御率3点台となった。打撃面では、リーグ最多の15ギダを記録した。ポストシーズン、ディビジョンシリーズでは、第2戦で先発するも6回3失点で負け投手になり、 最終第5戦では7回表から2番手として登板したが、8回表に2者連続本塁打を許して同点に追いつかれ、その後チームは敗戦した。2020年は COVID-19 の影響で60試合の短縮シーズンとなる。また、9回目の開幕投手に指名されていたが、直前で背中の針で負傷者リスト入りして開幕戦の登板を回避した。 8月2日に初登板発勝利。9月3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、史上3番目となる32歳168日の若さで、通算2500奪三振を達成した。32歳のシーズンまでに2500奪三振を達成したのは、史上5人目、通算353試合目での達成は、歴代4番目のスピード記録である。 最終的に10先発し、6勝2敗、防御率2.16の成績を残した。ポストシーズンでは、ミルウォーキーブルワーズとのワイルドカードシリーズ第2戦では8回、無失点13奪三振の圧巻の投球を、見せ勝利。NLCS 第4戦では、敗戦投手となったが、チームは2年ぶりのワールドシリーズ進出。 過去2回のワールドシリーズでは1勝2敗で、大一番での脆さを指摘されていたが、タンパベーレイズとのワールドシリーズ第一戦では、本来のピッチングを披露。6回をに安打、8奪三振、1死球、1失点と後投し勝利。この試合で、ジャスティン・バーランダーに次ぐ、史上2人目のポストシーズン200奪三振を達成した。 第5戦でも5.2回に失点の、年、投げで、チームのシリーズ大手に貢献。また、この試合で PS23 奪三振が207となり、PS 最多記録を更新した。チームはこのまま勝ち抜き、球団として32年ぶり、干渉自身にとっては、初のワールドシリーズ優勝を果たした。オフの12月9日に、自身初めてオール MLB チームの、 セカンドチーム先発投手の一人に選出された。2021年4月1日のロッキーズとの開幕戦で3年ぶり9度目の開幕投手を務めた。4月17日のパドレス戦では元同僚のダルビッシュ優との投げ合いとなった。 5回2誌までパーフェクトであったダルビッシュに対し、2誌満塁の場面で回ってきた第2打席で、値千金の押し出し支給を選び自らを援護すると、投げては1誌1.3塁のピンチを併殺で、切り抜けるなど6回無失点の好投で3勝目を上げた。オフの11月3日に FA となった。ランナーのいない場面では、右足を一度大きく上げた目を作る。 いわゆる二段モーションに近い独特のフォームで投球する。ランナーを背負うと、グラブの中でボールを握った状態で両腕を頭上に伸ばした後、左胸のあたりに下ろすというルーティーンから、セットポジションに入る。リリースポイントは、真上から振り下ろすオーバースローであるが、2016年シーズン後半以降、一試合に数回程度の頻度で、スリークオーター気味に投球をすることがある。 球種としては、93mph 前後のフォーシーム、80mph 台後半の切れ味鋭いスライダーが、投球の8割超を占める。そこに縦に大きく割れる 70mph 台のカーブを折り混ぜ、また右打者に対しては稀に2%程度のチェンジアップも投げる。デビュー年の2008年には、自己最速の 98.1mph を記録した。 30代に入った2018年以降は怪我の影響などで速球の平均球速が93マイルパーアワーから90マイルパーアワーに低下していたが2020年は平均球速を時速2.5キロメートルほど上昇させたフィールディングにも定評があり2011年にはゴールドグラブ賞を受賞しているまた牽制による視察数はキャリア10年で 通算60個で、歴代11位である。2015年以降、負傷に悩まされている。2016年と2017年にも、長期離脱し、少しずつ成績が落ちている。脱産進率は、低下、予死給率は上がり、2016年まで0.5本だった9インニングあたりの、基本類打数は2017年以降、2倍超の1.2本となっている。 弱点としては、ポストシーズンに弱い面が挙げられる。2014年まで11試合に投板にし、通算1勝5敗、防御率5.12という成績だった。しかし2015年以降の3シーズンは13試合に、投板し、6勝2敗、防御率3.80と、量化傾向にある。2008年のスプリングトレーニングで出会った。 同じルーキーで13歳年上の黒田博樹を深く、死体、黒田のドジャース在籍時は、毎日のようにキャッチボールをした。2018年にはチームメイトであった、ダルビッシュ優ーとの縁で、藤並慎太郎と合同自主トレを行うなどの、進行がある。英語の IPA 発音記号変換。tophonetics.com。2019年3月25日閲覧。 dodgrs, p-l-a-y-e-r-s-w-e-e-k-e-n-d-n-i-c-k-n-a-m-e-s-e-x-p-l-a-i-n-e-d-m-l-b.com、e e、2017年9月17日閲覧、u s a ベースボールアラン内、p-l-a-y-e-r-s-U-s-a-b-a-s-e-b-a-l-l.com、e e、TheOfficial Site of u s a ベースボールホーム2017年6月4日閲覧。 ピアル・ヌーズ・ワイヤークレートン・カーシャーネームのゲータレードナショナル・ベースボールプレイヤー・オブ・ザ・イヤーヒューストン・クロニクル・オンライン2013年8月22日閲覧2008トップ100プロスペクッツ,クッツハット http www.neconsports.com ベースボール MLB ニュース、FBBTP2 から2010万722から65万 6686HTML2014 年9月29日、閲覧。クレートン・カーシャー・ウィンズ・ナショナル・リーグ、サイアング・アワード。mlb.com ドジャースプレスリリース、2014年9月29日、閲覧。ケン・ガーニック・カーシャー、ドジャース・アグリオン・ツー、イヤー・ディール。 mlb.com 2014年1月19日閲覧クレートン・カーシャーウィンズ・セカンドサイアング・アワード mlb.com ドジャースプレスリリース2014年1月19日閲覧ドジャースサインクレートン・カーシャー27イヤー・コントラクト mlb.com ドジャースプレスリリース2014年1月19日閲覧 ケンガーニック、カーシャー、エスバリューゴーズビヨンドレコードディール。mlb.com。2014年1月19日閲覧。ドジャースアナウンス25、マンロスター。mlb.com ドジャースプレスリリース。2014年3月31日、閲覧。ドジャースリーンステートクレイトンカーシャーフロムディエル、オプション、ペドロバイズ。 mlb.com ドジャースプレスリリース2014年5月7日閲覧またドグン7年219億円サワンカーショーノーヒッタースポーツ日本2014年6月20日配信クレートンカーシャーウィンズ NLMVPESPN2014 年11月15日閲覧カーショーがナノ MVP アワートラウト日刊スポーツ 2014年11月15日閲覧。ケン、ガーニック、カーシャーヘッズ 2DL ウィズ、バックイシュー。MLB、2016年10月24日、閲覧。キーリー、フラナガン、クレートンカーシャーヒッツ60、デイディセーブルドリスト、レッドソックスアボイドフェイシングドジャースエース。n.esn.com。2016年10月24日閲覧。ケン、 ガーニック、ラスティー・カーシャー・イーズド、バック・ウィズ3・サインニング・スタート。mlb.com。2016年10月24日閲覧。コリアー、ジャマルケン・ガーニック、んキャピタル・ゲイン、LA ・ウィンズ・イン・ DC、アドバンセズ・ツー・ NLCS。mlb.com。2016年10月24日閲覧。ガーニック。 ケンキャリーマスキャット、クレートショー、LA ドロップスカブス、タイズ NLCS、MLB.com。2016年10月17日閲覧。ニケアーシャー、ACERECHESMILESTONEMLB.com2017 a 2017年6月4日閲覧。クレートン・カーシャー・スタティスティックスヒストリー。 b-a-s-e-b-a-l-l-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com 2017年11月2日閲覧2017ナショナルリーグディビジョンシリーズゲーム1ダイヤモンドバックスアットドジャースオクトーバー6ベースボールレファレンス2017年11月2日閲覧エリックスティーブンクレートンカーシャーアラウズレコードタイイング4ホーム ランズインゲーム1ウィン SB ネーション2017年11月2日閲覧2017ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズゲーム1カブスアットドジャースオクトーバー142017ベースボールレファレンス2017年11月2日閲覧2017ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズゲーム5ドジャースアットカブス オクトーバー19-2017ベースボールレファレンス2017年11月2日閲覧ガーニックケンマクタグルトブライアンレッドホットターナー HR バックスカーシャーグラム1ゼム mlb.com 2017年11月2日閲覧スティーブンエリッククレートンカーシャーブリリアントアズドジャーステイクゲーム1オブザワールドシリーズ SB ネーション、2017年11月2日閲覧。2017ワールドシリーズゲーム後、ロサンゼルスドジャースアットヒューストンアストロズ、オクトーバー29、2017。ベースボールレファレンス、2017年11月2日、閲覧。ダルビッシュ、ドジャースでやり返したい屈辱の連続子、毎日新聞。2017年11月19日閲覧。 最強左腕、カーショーが TL 入り、しばらく離脱の可能性でドグンに大きな板でフルカウント2019年8月5日閲覧。カーショー、出来高含めると最大3年124億円に残留に、より価値があった。フルカウント2019年8月5日閲覧。ドジャースカーショー8年連続開幕投手でストップ。 nikkansports.com2019 年10月11日閲覧ドジャースの通算脱三振ランキングカーショーが3位に浮上ノモは12位パクは14位ヤフーニュース個人2019年10月11日閲覧ドジャースまたもポストシーズン敗退冷たい目にさらされるカーショーの苦悩 今は何もすることはできない。ベースボールチャンネル。2019年10月11日閲覧。昨季34発外が、新型コロナ感染、カーショー開幕投手回避、4ヶ月遅れで開幕。ヤフーニュース。2020年7月25日閲覧。カーショーが2500系、史上3番目の赤さで達成。 nikkansports.com2020 年9月4日閲覧 MLB ドジャースカーショー史上3番目の赤さで2500脱三振達成 Yahoo News2020 年9月23日閲覧カーショーの復調とドジャースの正規ポストシーズンに弱い大投手が逆襲を始めたナンバーウェブ2020年12月9日閲覧 カーショー高等6回1失点 PS 通算200系統達 MLB 日刊スポーツ NIKKANSPORTS.com2020 年10月21日閲覧ドジャース WS 制覇に大手カーショー高等で PS 通算13勝目 www.afpbb.com2020 年12月9日閲覧 ドジャースが32年ぶりの WS 制ハレーズ、シリーズを決意に頂点。www.afpbb.com。2020年12月9日閲覧。アンソニー・カストラビムス、ヒアイズ・ザ・スター・スタディット2020オール、MLB チーム。MLB.com。2021年11月27日閲覧。ジュアントリビオ、チャンプス、クエスト2。 リピートスターツ、オンロングフット。mlb.com。2021年4月13日閲覧。カーショー、困らせてやろうとダルビッシュから、押し出し支給選ぶ。nikkansports.com。2021年4月24日閲覧。160プレイヤーズビカム XX、フリーエージェンツ。m l b p l a y e r s c o m 2021年11月5日閲覧。https, スポーツ、ヤフ yahoo.co.jp, コラムディテール2018億313万3スプナビ、ハットサリバン、ジェフ、クレートン・カーシャー・イズ・スティル・エクスペリメンティング。fangraphs.com。2017年8月1日閲覧。ファングラフス・クレートン・カーシャー・ピッチ fx。 f-a-n-g-r-a-p-h-s.com 2016年6月24日閲覧。サリバン、ジェフ、クレートン・カーシャーイズ・スティル・エクスペリメンティング。2021年4月24日閲覧。プレイヤーカード、クレートン・カーシャー。b-r-o-o-k-s-b-a-s-e-b-a-l-l.net 2017年12月22日閲覧。 クレートンカーシャースタッツ BASEBALL-REFERENCE.comBASEBALL-REFERENCE.com2018 年8月25日閲覧キャリアピックオフリーダーズベースボールフィーバーベースボールフィーバー2018年8月25日閲覧再離脱のカーショー懸念材料は 腰の張りより、急速の低下 w w w s p o r t i n g n e w s c o m 2 0 1 9年8月5日閲覧ポストシーズンに弱いダルビッシュは着せられたおめえを返上できるかベースボールキング2017年11月19日閲覧校長ドジャースが浮上再開からの巻き返しスポーツナビーコラム 黒田ドジャース残留決断は、名誉よりチームへの愛着スポーツニッポン、黒田博樹氏、カーショーと、グラブに刻む絆、拾え。これからもずっと。スポーツニッポン、http スパニッキー ceojp ベースボールニュース、2017-06-30記事、2017万 630s0000100710700 CHTML2017 年6月30日、閲覧。ダルビッシュ、合同自主トレ、阪神・藤波に、カーショーからいろいろ盗んでほしい。フルカウント、野球ニュース、速報、コラム。2020年10月21日、閲覧。ダルビッシュ、阪神、藤波との合同トレ明かす、カーショーからいろいろ盗んでほしい。 サンスポ .com 2020年10月21日閲覧。オール m l b チーム m m l b c o m 2021年11月27日閲覧。ありがとうございます。